はい、こんにちは、夏林です。今回はですね、こちらのミニ掃除機を紹介していきたいと思います。ブリッジさんから出してるね、ミニバキュームクリーナー Y120 っていう機種です。こんな感じでね、何これペットボトルなのっていう感じの形なんですけど、これちゃんと掃除機です。まあね、このアタッチメントをつけるとね、こんな感じになります。まあこういう形であればね、こう掃除機っぽいなっていう感じですけれども、ここにスイッチがあって、これをねちょっと長押しすると、はい、こんな感じで動作します。オフも長押しかな。で、3種類のねアタッチメントがついてます。こちらがブラシタイプのやつと、あとね普通のこう細長いタイプと、あとこんなすごいちっちゃな、はい、口になるやつもついてますね。はい、この3種類です。で、一応お尻の方とこっちのなんか空気が出てくる方と形が一緒なのでどっちにもハマんだけど、まあこのロゴが入ってる方にね、こっちをこう差し込むようにしてください。で、これはあの充電がね、この付属の USB ケーブルでできます。これ USB の A とこれ USB ミニか、はい、あの一般的なケーブルで充電できるので、なんならこのケーブルがね、もしなくしちゃったっつっても家電量販店で買えるので、そこも安心だと思います。4時間の充電で20分ぐらいこう動作するっていうことなので、まあこういうねちっちゃいやつだとね、そこまで長いことをやるものではないと思うので、十分な稼働時間だと思います。で、こちらのね掃除機、ちょっとね僕もさっき使ってみたんですけども、まあ正直言ってそこまで吸引力は大きくないです。はい、なんだろう、すごくパワフルな吸引力をこう期待してると、ちょっと肩透かし食らうようなパワーしか出ません。でもそれってさ、例えばこういう卓上の掃除機っていうと、こういうふうにこうノートパソコンのね、例えばここのねキーボードあたりをちょっときれいにしたいなとか、デスク周りをちょっときれいにしたいなっていう時に、吸引力が強すぎると、このねヒートップをそのまま吸い込んじゃうんじゃないかなっていう心配ってあったりするじゃないですか。僕は家庭用のパワフルな掃除機でも掃除したりするんだけど、本当持ってかれることあったりするんですけど、これだったら持ってかれることないので、ホコリだけをねうまいこと吸い込めるっていう風な使い方ができると思います。あと、そうですね、受験生さんなんかで、なんか消しカスがね、消しゴムの消しカスがこうノートに溜まってしまう時も、これだとねノートの上でそれを使ったとしても普通に吸い取れると思うので、これはね逆にその吸引力のなさが功を奏してるっていう、卓上で使うことに特化してる吸引力だと思います。こんな風にね、机の上にこう気軽に置けるっていうのは、まあ邪魔にもならないしねこれ普通の掃除機で考えられないことじゃないですか。この卓上に置いとくっていうのは、もういつでもこうさっと取り出してさっとこう吸い取るっていうのは、受験生さんとかね、なんなら漫画家さんとかね、デスクワークが中心のね綺麗好きな方とかにもすごく有効だと思います。そこをね踏まえた上でちゃんと使ってあげる。まあもちろんこれを例えば車用にこうねグローブボックスに入れといて、いつでもこう取り出せて使うっていう、もちろんそういう使い方もできるんだけど、フロアマットの下の方に溜まってある砂をこう根こそぎこう吸い込むような、そういう使い方とはまたちょっと違うのかな、ちょこちょこっとこう掃除するっていうような感じで、使うっていうのが本来だと思います。だから根こそぎちゃんと吸いたいっていうのは、もっとね大きな掃除機、まあコードレス掃除機いろいろありますから、まあそっちの方、前もデビューしましたけどね、そういうのを使ってもらって、これはこれとしてちょこちょこっとしたところをこうさっときれいにしたいっていう使い方が最適だと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。これね Amazon さんで
3799円で売ってます。今だとねマイナス500円のねクーポンコードもありますので、ぜひそちらの方を活用して使ってほしいなと思います。概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひそちらのリンク辿ってみてください。今回はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。ではさようなら、夏林でした。